トップという見方もできますし、ワントップという見方もできるので、そこの関係性ですよね、なかなか守備陣、相手守備陣に的を絞らせないような攻撃ができていますし、そこら辺の関係性を作っている中での声というのがこだまするこのビッグスワンです。5月は早くも3試合目ということになりました。前半の45分のキックオフです。グスタフソンが降りてきて最終ラインに加わっています。浦和は後ろから組み立てて左に出ました。渡辺龍馬からオフサイドギリギリ、チアゴサンタラ出た、チアゴサンタラフリーになって、チアゴサンタラ先制点は浦和。前半の開始4分というところ、まず一歩前に出ました。と遠藤のちょうど間からチアゴサンタラが抜けていくというシーンがありました。審議の結果ゴールが認められました。オフサイドはなかったということになりました。先制は浦和レッズです。やはり少しこう動き自体もそうですし、消極的なのかなと思いますよね。前でカット、中島翔也いた、中島切り返した、中島左足で打つ。前線には185センチのマイケル・ジェームズがファーサイドということになっています。斜めに入ってきたそのマイケル・ジェームズの前、おのーナイスキーパー西川、中に入れて速いボールはもう一度長谷川元気です。再び入れて小野の前、小野もう一度触った、中央です。フリーな状態で受ける、長倉の左足、ここも西川、何事もなかったかのように西川、相手を引きつけてというところです。前を見計りながらというところで前半終了の笛が吹かれました。主導権を握りながらという両チームでしたね。後半45分のキックオフです。右から左に攻めるホームのユニフォームがアルビレックス新潟です。今シーズンはシュートは随跡で11本放っています。上げてきてファーサイドのショルツ、さらに後ろからと、これは決まりました。オンゴールという形になりました。99番の小野の頭に当たったでしょうか。浦和追加点です。今のシーンです。まあ、ギリギリのところで触って、相手もね来てるの分かっていたと思うので、触ってコース変えようという意図もあったと思うんですよね。その中でこう失点が先に、はい、オフサイド、そして今結果でオフサイドということになりますので得点が取り消されます。フリーなところで受けた渡辺、チアゴサンタナ、さらに前田という選択肢の中で右のグサクソン出た、グサクソン追加点は浦和、抜け出た中盤からグサクソン、欲しかった追加点は浦和に言われました。後半の20分に入ると秋山、間を受ける早川、入ってきたボックスの中、秋山のシュートになりました。後ろからもう一度藤原のシュート、藤原は前節ゴールを決めています。ボールをカットしたのが浦和、カウンターのチャンス、チアゴサンタナ右に空いた、前田が空いた、前田1対1、前田決めていきました。最後は押し込むだけ、3点目は前田です。前田今シーズン2ゴール目、カウンターから一気に左のスペースがあって18番の早川が運ぶ、さらに前上げてきて長倉から中央、こぼれたボール決めていきました。最後決めたのは太田、クロスのこぼれた見事に沈めてきました。今シーズン初ゴール、点差は2点に縮まった。この苦しい時間帯ですので、途中で入った小見選手あたりはその、ね、ドリブルっていうのを生かしてどんどん仕掛けてほしいですけどね、はい、上げてきた、1点差に詰まった、クロスに合わせたのは27番の長倉、今シーズン2ゴール目、ホームで生まれました。さらなる石原が入ってくる、サイドバックの石原です。ボールキープに移るかどうか、相手に当てようというところです。足がかかって PK ということになりました。最後のところ遠藤の足がかかったというジャッジになりました。アディショナルタイムも残り少ないというところでチアゴサンタナ決めていきました。チアゴサンタナ今シーズンこの試合2ゴール目ということになりました。チアゴサンタナというところです。滞空時間の長いボールを供給して、試合終了のホイッスルが吹かれました。
ジャーメインと同学年、同じ千葉県出身のこの石田が J1 の初先発と。こちらがサガン鳥栖のメンバー、そしてサブのメンバーをご覧いただいています。今山本主審の笛が鳴って前半の45分が始まりました。第13節の岩田対鳥栖のゲームです。さあクロスまではいけるか、いい形で横へもらいに来た、1人抜きました。ここで丸橋にも入る、自分で狙っていたか、右足シュート、平川手を挙げた、ニアサイド、もう一度ボールが戻ってきました。今度もニアサイド、石田が触れた、こぼれている、シュートを狙った、どうだ、決まるか、決まりました。オフサイドフラッグは上がってますね。オフサイドの旗が上がっています。 VAR で確認をします。そうですね、あ、松原選手が触ったか触ってないかっていったと、この混戦の中、はい、後ろから選手が何回か3本ぐらい蹴ってるんですけど、誰も走らずにそのまま抜けちゃってるシーンがあるので、小川大輝、真ん中で平川、前向いた、平川のシュート、クロスバー、惜しくもゴールになりませんでした。平川のシュートいったところもスムーズにできてますし、そこからサイドへ散らしてシュートまでいけてるので、あと決めきるところ、飛安に出た、飛安のシュート、長いボール1本、射出坪井が止めました。この前半の終了間際、トスいい形でフィニッシュまで持っていきたい。左サイドクロス、トガシ決まりました。先制点はサガン鳥栖、トガシのヘディングシュートは2試合連続ゴール。先にゴールをこじ上げたのはアウェーのサガン鳥栖です。前半1対1を確実に作って突破させるようないい形のスタイルを取ってますね。ここで前半終了のホイッスルです。この笛が鳴る1分30秒ぐらい前でしょうか、この富樫のヘディングシュート。青空の下、後半スタートです。岩田と鳥栖の一戦です。ペイショット中央あたりにいる、そのペイショットがアウトサイドボールの選手が触っている、ゴールに押し込まれませんでした。最後今鳥栖よく守りましたね。守りましたね。セカンドボールはただ岩田が拾いました。鈴木海と言いましたが先に触ったのは鳥栖です。菊池がシンプルに蹴ったボールですが、ここにヒアンがいる、2人がかりの勝負ですが、ヒアンが抜けてくる、1対1、決めた、追加点はサガン鳥栖、エースマルセロヒアン、今シーズン6点目、カウンターから追加点で突破されると難しいので、まあ、この前のシーンでも1ついいのありましたもんね、キーパーファーストボールあったんで、この2つ今度はゴール方向へ行かれるとなかなか前に入られると対応も難しいのかなと思います。素晴らしいゴールですね。菊池からのボール1本でしたね。そうですね、1本で前半からですけど1本でここまで確実に持っていく能力は素晴らしいですね。しっかりと自分の役割は全うしましたね。丸橋が下がって流る間を入れてきました。丸橋はしっかりと自分の役割を果たしてベンチピッチをされていきました。上原、横山のボールは遠いサイドはキャッチできない、フリーになっている、そのまま押し込むか、決まりました。3対0、サガン鳥栖途中出場の流沼がゴールを決めました。古川、もう一度松原、松原のボール、ペイショット、木村もいるが、ペイショットシュート、どうだ、決まったか、いや、ホイッスルが鳴っている、ハンドの手をやってますね、山本主審が確認をしています。ハンドですね。あ、これはやはりハンドでした、はい、残念ながらゴールは認められず、この時計では目安の5分台になりました。アディショナルタイムです。今ここで試合終了です。サガン鳥栖が4試合ぶりの勝利になりました。3対0、宮吉と鈴木義則が初先発です。
京都サンガ FC とアビスパ福岡の一戦、福岡のキックオフで今前半が始まりました。まあ、ロングキックを入れてきます。ドグラスグローリーこういったキーパーの村上に戻します。シャハム・ザヒリー、ザヒリーだ、長尾選択、佐藤亮が先制点はアビスパ福岡、佐藤亮がザヘディから佐藤亮が右サイドを攻略、アビスパ福岡が先制です。いやザヘディ選手です、いい判断しましたよね。この高いボールなんですけれども、まあ、強度しましたらラインを上げているのであそこでオフサイドを取りに行くというところだと思うんですけど、少し、まあ、クリアボールといいますか村上選手のボールに対しての、まあ、バウンド処理を誤ってしまったかなというシーンですよね。はい、さあアウェーのアビスパ福岡、佐藤龍河の先制ゴールが生まれています。落としたところ松田天馬だ、松田天馬シュートこぼれたところ、宮吉だ、匠が決めました。ベテランの宮吉意地のゴールです。いや、いいシーンですね。本当は取られた後すぐ取り返すってシーンで、こちらも処理のところなんですけど、幅を取っていた川崎、福田、このパスは田代が読んでいました。ボールを生かした福田のシュートだー、入れ替わった、今度が持ち運んでザヘディ、リターン、湯沢だ、クロスバー、松岡のチェック、川崎壮太、福田、ここは田代よくしのぎました。さあここで前半終了の笛です。原さん、前半振り返ってどんな印象でしょうか。これが入っていく、クロスが入る、オンゴール、ここはオンゴール。さあ後半はホームの京都サンガ FC のキックオフで始まりました。ザヘリーの後ろにも田代、今度の左足、田代だ、田代の右足ボレー、アビスパ福岡勝ち越し。最後こぼれたところ田代右足を振り抜きました。最初のセットプレーからうまかったですよね。あのシュートも本当に田代選手ヘディングが売りだと思うんですけれども、しっかりとボール落ちてくる中ボール見て決め切りましたよね。落ち着いてましたね。岩崎クロスが入る、今度だ、今度のボレーシュート、アビスパ福岡立て続けの2点、リードを2点に広げます。今度左足一閃、今度2試合連続ゴール、いやこの岩崎選手の仕掛けですよね。この仕掛けが鈴木義則、なんとか足を伸ばして福岡プレスが襲いかかる、今度ヘッドだ、ザフリー、ザフリークソユン止めました。ここで試合終了の長い笛です。2対3、アウェーのアビスパ福岡が勝利しました。町田は今シーズン勝利した8試合の平均保持率 41.6% です。で 50% を超えたゲームも2試合あるんですけれども、ベンチには前節コンディション不良で欠場したルキアン、それから怪我で離脱していた鈴木明人が戻ってきています。まあ、メンバーがほとんど揃ってきましたけれども、はい、
まあ、チョイスが難しいっていう今贅沢な悩みを黒田監督は抱えてるんですね。先頭が下げてドレシェビッチすぐには入れずに横につけて庄司残ってます。落としたところから大野がつないでクロスが来ます。平岡の折り返しでした。もう後ろ平岡さらに落として後ろからシュート、田中聡です。波状攻撃です。湘南旗が入れます。後ろから池田、しっかりといいとこ見せたいという思いもあるでしょうね、うん、このボールがつながる平岡太陽、左に持ち替えて、さあ阿部です。早い、ものすごいスプリント、阿部追い越してきました。中つけて平岡シュートだ。福田からうまく抜け出して中央の福田に早速当てました。福田翔、福田打った、結局スローインを待たずに前半を終えることになりました。町田です。湘南ボールでセカンドハーフが始まりました。前半とは打って変わって今度は湘南が風上、平岡阿部です。田中の垂れパス、旗背中で受けて折り返し、このボールは林が拾います。あ、滑った、さあ奪い返してフィニッシュ。前線までボールを届けることができていない町田、鈴木純也はキャンセルしての縦パスフリック、うん、さあ入れ替わった平川です。平川入れた、押せへんだ、いやうまい、うん、3戦連発ウルトラセフ、また決めました。そしてこの平川選手のグッと中に入れるのも良かったし、ディフェンスね、大岩選手を抑えながらでしたから、今大岩選手ここで、まあ、もう抑えてるんですよね、右手でね、はい、でちょっと遅らせて自分の入るところスペースを空けて、まあ、そしてねこのワンタッチ、うん、まあ、素晴らしいですね。ちょっと左のない足もだいぶ遅れてた部分もありましたので、うん、オフサイドです。そうですね、まあ、湘南のファンからするとね、肩が入れて阿部です。あ、これは大野のファウル、縦いった平川、えぐった平川、折り返し藤尾だ、うん、クロスバー後ろからシュート、藤本、でもまた2トップそのまま変えるというのはゲームの流れを変える可能性がありそうですね、うん、藤尾です。持ち帰った藤尾、藤尾打った、こぼしませんでした。ソンボン軍、まあ、でも今のも2人ね、あのシュートこぼれ球出して反応してましたね。いや本当におっしゃる通り、そういう細かいところをどこまで徹底できるかっていうのはやっぱり、このボールは鈴木明人拾った、鈴木明人かわす、鈴木明人だ、大野から大野入れました、ルキアヘッド、強いなるんだなと思うとまたみんな入れ出しますからね、最後の笛です。試合終了。前向きにサポート、そして超えていく選手が増えてくると思うので、はい、川崎の勢いはこういった攻撃的な部分はやはり期待したいですね。時間ともに最近この、手応えというのは感じているようなコメントもしていました。まあ、鬼監督は特別なことはしていないけれども、
まあ、4要件揃えばということになるわけですけれども、これちょっと距離がありますので、これはそうですね、これはスローインそのままスローインでリスタートというスタイルなしという形です。スローインさらには遠野、近くってサポートいいですね。この後さあゴミスポストプレー、ゴミス前を向いた、続いてシュートが来た、まさにゴミスガッツポーズです。マフェディンビゴミス、ゴミスらしい得点です。すごい得点が生まれましたね、はい、ここしっかりねついてるんですけども、まあ、シンプルにゴミスに入れて、ゴミスに入れた後に川崎の選手たちの動き出しもいいですね。であそこでこれを狙っていった道路ですけれども、カバーをしています。対応した家泉です。ちょっとヒヤッとしたシーンでした。両チームのキーパービルドアップ関わりますからね、はい、まあ、こういったことも可能性としては、ここで青木が少し運んでいきながら裏を今度は狙っている。そちらを使う、トラップをして、そして浮かす、ラインの前でクリアです。大南から遠野、そしてゴミスワンタッチで落とす、トーナが入っていってマイナス、ゴミスだ、さすがですね、はい、まあ、あとここの川崎の左サイドでの作り、またゴミスに当ててるんですよね、うん、ゴミスにシンプルに当ててから脇坂ここで受けます。さあ位置に入ってきて家永から、ここは笛が鳴ってピッ、イエロー PK です。はい、杉野のファール、パス出したの、あ、立てました、家永がポジションを変えていたんですよね、はい、そうですよね、で一番外で起点を時間を作って、うん、マルシーヌが背後へ抜ける時間ができましたね、はい、おっと真ん中が浮かして決めていきました。ついていましたね。いや本当に不思議なもので、坪井さんよくねケチャップになぞらえられますけれども、点入るとストライカー来ます ね。あとは家泉に関しては非常に、タイトに行っていたけれども、少しここの噛み合わせを、はい、岡村に変える、先頭も変えて得点力というところですかね。そうですね、パスの出してでだけではなくて関わっていきましたね、最後まで。裏へのボール、面白い、ここに浅野入ってくる、流れていって近藤だ、近藤一つ持ち出して、まだ自分で行ってるシュートだ、ナイスキーパー、上福本のセーブ、うまくいってましたよね。佐々木、お中に入った、どうぞ立花田へ、もうこの位置に入ってきました、まあ、もっと縦にゴミスに入れていく、そして立花田入っていった、ナイスキーパー。届きませんでした。アットップはキーパーでまだ残っている中を入れるようなキックでした。そしてここは狙っていった脇坂ですが、惜しくも枠の外、ファインですけれども、そこから縦に送っていって山田持っていく、山田自分で行く、まだ持っていってシュートだ、自分でまたゴリゴリと持っていきましたけど、惜しくもポストでした。こう思い通りのシュートにはならなかったですかね。そこが山田ですよ、はい、強引に行くのもそうなんですけども、最後のところこのかわすタッチとかも繊細なんですよね、繊細ですよね、はい、シュートは思い切りいいですから。センターバックに途中から入った佐々木、前線のボール、小前のヘッド、これをまた立花だ、そして前を向いた山内、さあこのボールが山田に入った、山田右手が空いている、さあ中3枚見せられちゃって、ここはシュートだ、タイムの目安は8分、あとどれほど時間を見るかというところですが、そしてここで長い笛が吹かれました。そうですね、そういう意味では、はい、まあ、長谷川監督もこのガンバに対しての思いで非常にこう強いと思いますし、まあ、そういう意味では今日、まあ、ホームにこうやって迎えてですね、はい、大事なんですけども、まあ、全体的なこうバランスを見ると、この2人のボランチがなんか見ててもやっぱこう思い切りが
あるので、今前半の45分が始まりました。まず最終ラインから福岡から長いボールです。ダワンと三組のマッチアップ、ここはダワンです。ダワンから最前線坂本、先に森島が触りましたが、坂本ここはボールをキープしてもう一度前を見た。倉田の落とし、宇佐美が遠目から狙ってきました。いいですね、はい、はい、名古屋にとってはこうパトリックが今日いるということで、さあ入れ替わった宇佐美、宇佐美右足弾きました。ランゲラック、泉のマッチアップですが名古屋ボールです、はい、ここで前半終了のホイッスルです。0対0で前半終えました。永井は最終ラインハチャンレに戻します。ハチャンレから右サイドパトリックをターゲット、トラップ森島が1人かわします。泉へとはつながりませんでした。さあ鈴木徳馬、倉田です。倉田がボールを運びます。縦に呼んでいる鈴木ですが、倉田が直接狙ってきました。ランゲラック、その黒川にボールを預けた鈴木徳馬。さあ今度は三國、よく戻りましたね、ダワンの戻り。半田がこの位置です。宇佐美から坂本、その前に三國、レフティー黒川、中央ダワン、いいとこ入った。宇佐美の左足、坂本ナイスキーパー、ランゲラック右足シュート、岸本に合いました。初ゴールとなりました。この宇佐美とか入ってシュートブロックが入って、これが宇佐美が出したっていう判断か、長野の選手が出したっていう判断か、それによってちょっとオフサイドポジションにこれ多分いたので、どうなるかですね。ここですね、長野が触っていれば当然そのオフサイドじゃないですし、はい、ここをどう判断するかですね。ゴールですね。その時は左のウィングで45分プレーをしたという小野です。フリーだ、内田から縦、森島左足狙ってきました。サイドネットでした。ガンバの最初ラインがこう間が空いてましたよね、横の間が。さあコーナーキック、アウトスイングのボール、小野です。クロスボール、こぼれたところ長い、中山から大きな逆サイド、ここで長いホイッスルです。ガンバ大阪、この岸本の移籍後初ゴール、そのあたりは注目していきたいですね。しっかりとボールを大切にしながら前進していく自分たちらしいサッカーを披露したいと、神戸が2試合続けて複数得点取ってるんですが、その内訳見ますと山口、大迫、佐々木、宮代と本当にいろんな選手が点取ってるんですよね、はい、画面左から右に攻めるのがホームのセレッソ大阪、そして右から左に攻めるのがアウェーのヴィッセル神戸です。今前半がスタートしました。右に広げているルーカス・フェルナンデス、どうするか、仕掛ける中に入れる、落として奥田隼人、最後フィニッシュまで持っていきました。
武藤、パトリックも見た、山口が向けてきた、山口蛍、山口蛍のシュート、強烈な恩返しなんで先制ホーム、山口蛍今シーズン2ゴール目、一瞬の隙を見逃しませんでした。荻原選手の横についてっていうこともしてるんだよね。ゴール認められました。0対1先制ヴィッセル神戸です。山口蛍の今シーズン2ゴール目でまずは神戸先制0対1。キッカー荻原、一番遠いサイドマテウス・トゥーレル、駆け引きしてから奥、大迫もいる、トゥーレル、おっと逃した、最後は本田か、本田がゴールを決めました。移籍後初ゴールです。折り返しから最後フィニッシュ、本田いいボレーシャーに伸びたんだと思うんです。そしてここで前半終了の笛です。ただ神戸は山口蛍先制ゴール、そして本田の加入後初ゴールがありました。まあ、昨シーズン J1 デビューで9試合プレーをしました。今シーズンは J1 初ゴールの突然でマークをしています。さて後半のスタート、画面右から左に攻めるのがホームのセレッソ大阪、大勢のサポーターがいるゴール裏に向かって攻めるヴィッセル神戸、大木原追いサイド、大迫ヘディング、セットプレーからまた神戸3点目でこれで0対3です。大木原選手すごいですね、はい、素晴らしいボールが入ってきました。3本目で大迫選手も決め切りましたね、はい、奥のファーサイドで難しいシュートなんですけど ね大迫選手も奥田うまくパス交換、クロスまで行きましたけれどもディフレクションがあってここでパトリッキーが戻ってきています。船木、船木縦パス、ディフレクションがあってルーカス・フェルナンデス、酒井豪徳、さあ奥野だ、奥野打たせない、クリアボール、ルーカス・フェルナンデス残す、リアンセーナー、1点返しました、セレッソ大阪、泥臭いゴールで今シーズン2桁得点、10点目。いや連続したプレーですよね、しっかり粘って取られてもまた見て、ちょっとオフサイドの可能性もあるかもしれない。宮代は前節のゴールで神戸の J1 ホーム通算600ゴール目をマークしたプレイヤーでも、山川を負けじに行きます。酒井から縦受けた佐々木、佐々木が行く、佐々木が行く、宮代も走る、佐々木、佐々木の中ナイスキーパーキム・ジンヒョン、宮代、宮代、武藤もいる、宮代どこ選択するか、井出口だ、井出口が抜けてくる、横にパスして佐々木大順、宮を抜いていきましたがサイドネットが揺れました。コーも冷静にコントロールします、はい、佐々木追い越しに行く、山口、武藤は中、近い距離の宮代を使う、その宮代入って宮代のシュート、射抜きました、宮代大成、今シーズンチームトップ6ゴール目、大事な終盤で得点を取りました、これで1対4です。突破のところが素晴らしかったですよね。で山口選手が走ることで中央の選手が、ここで試合終了の笛、神戸しっかりと勝利を飾りました。今シーズン初のリーグ戦3連勝、そしてアウェーセレッソ大阪戦は直近のリーグ戦からは2枚変更、今日は白井と松木が先発に復帰ということになります。代表帰り関根、細谷先発起用となっています。変更3枚ですね、あとジエグも先発です。前半は左エンド FC 東京、右エンド柏、今前半スタートです。まずは柏、長いボールを送ります、犬飼から前線へ、まあ、あの引いて守るのではなくてしっかりと前線から今のようにプレスします、ね、マテウス・サビオ、いきなり先制、柏レイソル、まあ、ここ粘り強かったですね。でこの後のマテウス・サビオ選手のやはりこのシュートをね、また川田杉が振りに行く、クロスボール、ヘリングシュート、これで詰める、おおコーナーでカールスクリーの選手のところ
仕掛けというのが、ね、非常に効果的でしたし、またクロスボールも、ね、非常に高かったですよね。さあサイドバングーナガンデ、おー開けるぞ、クロス動かした、入ってくる、PK、判定は PK です。安西ですかね、入ってきます。そうですね、クロスに入り込んだ安西が倒れて PK 獲得、そしてイエローカードです。こう少しこう後ろからのままでしっかりもう前入られちゃいましたからね、まあ、後ろからのチャレンジっていうところで、まあ、主審に対してのこの印象はあまり良くないですよね。前に入られたって、そうですね、まあそこだけそこからスペースが空いた部分と、ディエゴ・オリベイラ転がした、4試合連続ゴール、蹴れますよね最後ここで、やっぱ内転筋も非常に強いんでしょうね強いですよね、かなり開いて蹴ってます柏はゾーンとマンツーマン併用です。中央へ松木のボレーだー、松木のスーパーボレー、 FC 東京3本目、代表外の松木、素晴らしいゴールです。いやまずねボール非常に良かった中で、はい、エンリケが競った後このままですか、綺麗に足伸ばして、おー抑えて、この振ってはいるんですけど、非常にこう膝下のコンパクトですよね、で上体も上に向かないし、はい、しっかり抑えも体上半身抑えましたし、まあ、本当にまあ、こういう、こうダイナミックなこう蹴る技術が高いですよね。プレッシャーに行く細谷、キーパー出る細谷、かわして倒れた、どうだ、ホイッスル、そして一発レッド、決定基礎し、まあ、今表彰が非常に物語ってますけど、としたらっていうところありましたよ ね、 ね、今前半終了のホイッスルです。3対 1FC 東京リード、試合はハーフタイムに入ります。あの人数が1人多い中で、あのサイドを起点に、あの中の高さ木下を生かす、まあ、そういう戦い方をしてくるんじゃないかなと予想しています。前線の木下は身長は190cm、ロングシュート、ー犬飼のロングシュート、後半開始早々柏1点返して1点差、すごいですね、いや今のはこれ何メートルありますか、35メートルぐらいですよね、なんか少しこう伸びて上に上がるのかなと思ったら、そのままの高さでグッと一つ伸びましたよね、これが。いやすごい、そんなにね力強く打ってるわけじゃないですけど、コンパクトに風にも乗ったのかな、で少しこう左に流れていくようなねゴールの軌道でしたし、いや彼は明日誕生日だから自分で忘れようとったような久々白井英二のミドルシュート、こぼれている、詰める、島村ないか、3対3です。サービスです、しっかり押し下げたところでねバイタルが空いて、そこで今ホイッスル、試合終了、FC 東京柏3対3ドローゲーム。中盤に知念と佐野海舟、2列目に諸岡、名護、仲間、最前線に鈴木優馬です。そして加入後初先発の山見、この辺りが絡んでいくシステムになります。ゲームがスタートします。右エンドにホームアントラーズ、アメーベルディ、左から右へと攻めていくハーストハンです。にミキ、部屋から戻ってきました、宮原のスローインから木村へ、ここに山見、打ちに行きます、名護慎太郎が蹴ります、セカンドボール、ちょっと知念が譲りましたが逆に入れ替わってカウンター、森田、
これバックスタンド側からの映像です。クロス、まあ、コーナーキックで、あ、木村です。これはちょっと印象があまり良くないかもしれないですね。ちょっと広げて当てにいってるようにも見えなくはないですからね。はい、同じ映像がスタジアム内のビジョンにも映し出されました。まあ、ストーンに構えてて木村が、はい、ボールがカーブしたんで、あ、 PK ハンドです。逆を突きます。鹿島先制。半身で名護が入れ替わってきました。宮中間がいる。その自分でいく。中で誘って自ら打ちに行きました。名護慎太郎。レイソル戦はシーズン初ゴール、2試合続けて得点を挙げました。横に山見も立っていますが、山田が打つ。落ちきりませんでした山田風紀。中を確認、キックフェイントからボックス内に入って打ちに行きます。でも今みたいなシーンは良いシーンだと思うんですよね、はい。まあ、サイドチェンジしてからそこからミキと山まで山見で崩しましたけど、前半が終わりました。まあ、VAR の判定で PK のジャッジになってからそのまま谷口はセンターバックの左、それからチャブリッチも仲間がやっていました。あ、中盤2列目の左。後半です。左エンド、鹿島ボールでスタートしました。フリーレード上田、追加点はアントラーズ3対0です。それから山田風紀も下がります。今日はちょっと見せ場がフリーキック以外ありませんでした山田風紀。そうですね、今日はなかなかね自分がやりたいことはできなかったと思いますね。はい、間を通しましたが森田、コントロールが流れたが取り返す。斉藤へ左足、1点を返します。期待に応えました斉藤光介。3対1。斉藤、スペースに尾長、中に山見と木村、山見流れた、木村1点差。3対2です。分からなくなりました。キープをしながらゴールに近づいて、反転対入れ替わって鈴木優馬だ、打つ。勝負を決めに行きました鈴木優馬。柔らかいボールを使ってきます谷口。木村だ、長島で同点。追いつきましたヴェルディ。セットプレーで崩してみせました。終わりました3対3。